吉川のりは、札幌テレビ放送の男性アナウンサー。神奈川県横浜市出身。血液型は A 型。星座は大牛座。ラジオでは、吉川のり名義で出演している。神奈川県立横浜緑川丘高等学校。早稲田大学第一文学部卒業後、1998年入社。同期は、熊谷県、横井健一、中島静香。 高校時代は、ラグビー部で活躍していた。趣味は、キャンプ生活、BBQ プロ野球観戦、箱根駅伝の戦力チェック。ザウの名、好きな言葉は、楽しみは、自分で作り出す。土産納豆、山岡家のラーメン、焼きそば弁当をこよなく愛している。近年はラジオを中心に出演している。2019年、第40回。 NNS アナウンス大賞ラジオ部門大賞を受賞。2011年からは、札幌出身バンドトライプレーン、シンガーソングライター河野玄太と手を組み東日本、大震災チャリティライブ、吉川ファミリープレゼンツ、僕らの街から、を開催。ライブ収益は、震災支援を行う NPO へ寄付される。ハンバーガーボーイズのシングル曲、ノリオは吉川が、モチーフになっている。 土曜ドラマ、のぶた、をプロデュースの番組宣伝の一環として、2005年10月から12月まで、吉川が、豚のキャラクターを頭に被り、吉川のぶた、に一時的に改名のぶた、放送前日の金曜日22時54分から23時に、ミニ番組を担当。本人は、入社以来一番やりたかった仕事と言っている。ありがとうございます。